RB ザルツブルクに移籍した河村拓夢早速海外の洗礼を受ける。大迫光田がチームメイトも家に入れたことがないほどの潔癖症であると話していた河村。ザルツブルクのチームメイトと共に水風呂に入る洗礼を受ける。潔癖症拓夢、最初の試練。早速洗礼受けてて草頑張れ拓夢。水汚いと思ってたら潔癖症なんわら頑張れわら。死ぬ河村絶対無理やろ。さすがに面白いわら。これも経験。若干潔癖症やからわかる。顔引きつる。潔癖症としては汚れること自体はまあ大丈夫で、汚れがプライベートな空間まで侵入してくるのが無理な人じゃないかと思います。良い感じに濁ってる。ソックスくらい脱げば。河村の潔癖症エピソード正直好きやからはロテる。普通にブラスビッチの隣で風呂入れるの羨ましい。これも主要。